りた。おい、お前今どこにおるがか。尾道におるんじゃ。尾道？そうじゃ。その体で大丈夫か？心配いらん気見ちょってや。バカだれ。お前それでも高橋の若い衆か。ダメちゅうたらダメじゃ。どうしてもやりたいんやったら尾道でやれ。お前ら、なんで松永の兄弟が来る前にやらなんだか。たとえ何があっても義を外れることをしてはいかん。義、わしは県会議員に立つことにした。よってこの家業からは引退する。ついてはお前たちのどちらかにわしの後を継いでもらおう思うちゃう。やめる。親分の名前出せ。やろう。あっちだ。お前参考貸せ。叩き切るぞ、おら！離せ！おら！めっこの野郎！シャバじゃお前らでかい面してるかもわからんが、ここじゃ通用せんけんの。誰か！わしもあんたと同じにしますわ。あんたは尾道では手に負えんので移送するな。あんたがやり返さんで誰がやるんや。広島が大同団結するということじゃ。よし、すぐに兵隊集め。山口のとこ行くぞ。はい、はい、山口と射程の杯かあかんか。いや、尾道はええ町じゃ。不公明見て浪費の上ねえ。ちはな、くすもとやられとんじゃ。おかんわけにはいかん。絶縁いうことはヤクザをやめろっちゅうことじゃ。広島に詳しい第三者の立場の男を呼んだ。森田君、その一言で分かった。ここで私がすぐに山口秀弘の絶縁を解くこともできる。引退した限りきちんと距離を置くつもりや。それを言うたら広島は平和にならんのじゃ。内越さんと山口さんとの間を持てるのは兄貴しかおらんけ。山口よ、あん当時のことはわしが悪かった。わしも至らんばっかりに。高橋組のな、後目を継ぐんはな、横への親分じゃ。あぶらぁ、すりゃぁ、やめよ、あぶりゃぁ、やめよ。あんな目に合わせるんだ。やれ、まず仕返ししてもいいでしょう。やるんなら森田が帰ってきからにして。お願いします。お願いします。お願いします。お前ら市場に流されて早まったことしたらいかん。わしの玉取り来るんだろ、お前が来い。わしは緩めんど。尾道、わし今尾道の森田軍におるじゃ。親分の森田幸吉という人がな、高知に踏み出したんか。はい、そのためにわしらこの組に入ってます。お願いします。なんじゃとは。何だこれ。
父さんと母さんと親子じゃいうことは忘れないわ。尾道に二つの組があるのはいろいろまずいと思うとったんじゃ。尾道だけやのうて、三原や因島や松永も一緒に新しい組を作りたいんじゃ。共同会はどうじゃ。共同会、えらい世話になったらしいの。ヘグラ、こんだけ。義によって助っ人を出す。やるとなったらとことんやるぞ。受けたことやっとると共同会の大門が泣くぞ。それよりコーチにもどうじゃ。コーチは相変わらず豪遊会が手を緩めんようです。梶山たちが広島の山田を襲撃した。戦えん者はこの場を去って仇になってもいい。戦える者だけが残ってくれ。ダメ、おい、やめろ、やめろ、やめろ。トバタが浅野者にやられました。バルモン、こんなこと面会で言う暇があったらいかんかい。やってこんかい。おかえりなさい。それなら山田も含めて3人で兄弟になるぞ。3人で広島の平和。森田さん、ここは一つ広島の平和のためにも手を打ってくれんですか。こっちから仕掛けを申し上げます。すまんが、こらえてくれ。あなたのお言葉通りいたしましょう。もう一度関西20日会に戻ってきてくれるか。親分がそんな卑怯な人間やないちごとはお前らも用意してろが。まだ終わったと思うなよ。俺はないじゃろ。黙って言う通りしとったらええんじゃ。なんでじゃ、なんでこうなるんじゃ。せめて席だけでも入れてやろう。え、わしは大勢の親分を見てきた。なんとつまらん男だと驚いたこともある。だがあんたは違う。ええ家じゃ、その言葉だけで全て報われました。じゃが共同会は一人になっても戦いますよ。謝ってもらいましょう。私たち関西20日会に戻ってくださらんか。忘れもしねえ。だいぶ楽になった。今日からわしは総裁に身を引き、和夫を二代目にする。眼科へ事故なんかビビるな。親分が死にかけとんのさ。行け。健介君は東京から今向かってますよ。指をつないだ。健介です。わかりますか親分。
だやることがいっぱいあるでしょう。